車が走る道路の端を歩いていたのはカルガモの親子。今日正午過ぎ、東京世田谷区の国道二百四十六号でカルガモ親子のお引っ越しを視聴者のカメラが捉えました。カルガモの親子に気づいた通行人は思わず声を上げます。通行人はカルガモに近づくと。 歩道に向かうように誘導していました <laughs> さらに午後3時ごろ別の場所で撮影された動画では道路を横断しているカルガモの親子を警察官が誘導灯を持って見守っています近くを車が通り過ぎていきますがカルガモ親子は